あ、やだ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 。こんにちは、シュピッタレックスです。自己発展コーチをやってます。あなたの原動力は一体何ですかと今日はちょっと話したいと思います。自分が今やってるの仕事とか、まあもしかしてバイトとかやってる人がいらっしゃると思いますが、でその方はバイトに行くの原因は一体何でしょうか、金でしょうか、それとも楽しいでしょうか、またサービス業の人だったらお客様への思いのでしょうか、それちょっと自分に問いかけてください。何が出るでしょう。まあそもそも人間というのは、まあ前に言ったの爬虫類と哺乳類の、まあ、頭脳の2つがあって、あとは原脳というのですね、この3つの頭脳があって、でその頭脳によっては、まあ、気持ちとか、まあ、考え方がコントロールされたりするんで、で一番、まあ、ロジカル、一番論理的とかでは、それはその頭脳の部分ですね。まあそれ以外はもう気持ちいいとか、あとはまあ自分がそもそも人間の頭脳とは自分を守るために作られたものだから、その危険を犯してなんか成功するのための頭脳ではないということ、そういう気持ちはすごく強い。だからまあ人間はなんか怠慢しがちですね。ちょっと怠け者になりやすい。これはあくまであなたのせいではなく頭脳の構成されたのせいだと問いたいわけです。だから自分の決定力とか、まあ仕事とかへの気持ちとか、まあ学校とかへの気持ちは、まあどんな気持ちかっていうのは大きく3つに分かれます。ちょっと最初はちょっとそのネガティブの気持ちは最初を挙げたいと思います。で一番結構強いのは一番強いではないけど、まあ、2番目かもしれません。3番目かな。人によってちょっと変わりますが、貪欲です。金が欲しいから、力が欲しいから、その貪欲。その貪欲は、ちょっと合理的ではなくて、まあ、気持ちですね。独占欲もそうですが、その欲というの、まあ、何か欲しいというの気持ちは人の中で結構あるから、まあ、ちょっと合理的はないから、まあ、気持ちのものだから、ちょっとそれはちょっと一回取り上げたんですが、2番目は恐怖です。恐怖です。どっちかというと、まあ、まあサラリーマンとかも結構思いますけど、もういつもなんかもう家族があるから、もうすぐにベッドから起きて、まあささっと食べてで仕事に行くとか、まあ、バイトもそうですけど、何かそれが欲しいだから。まあ、これもちょっと貪欲も入ってるけど、まあ、それが欲しいだから
まあ、これを買いたいだから、心房力は少ないだから、まあ、我慢できないから、もう貪欲がすごく強くて金が欲しくて買う、まあ、それは貪欲ですけど、だけど、まあ、2番目もちょっと入ってるから、2番目だったら、まあ、恐怖ですけど、まあ、例えば、まあ、金が少ないとか金がないとか、あと、まあ、そこでローンとかを取ったりする、まあ、そのローンが返済できないとか、結構いっぱいあります、人間って。まあちょっとどうやってなんか自分の金をどうやって投資するとか、まあ、何が、まあ、金でを使うとか、まあ、どうして投資すべきか、まあ、現在というか、それはちょっと別のビデオで取り上げたいと思いますが、ちょっと今のビデオでは、いや、その貪欲は、その恐怖はどっちかというと、まあ、金を失うの恐怖、まあ、バイトを失うとか、まあ、ホームレスになるの恐怖とかですね、力を失うその恐怖感とかだから、まあ、その恐怖が持ってるからこそ仕事する、まあ、ちょっとこの貪欲と恐怖のペアと挙げたら、これは本当に幸せのでしょうか。自分が本当に幸せと思う、これは本当にハッピーの気持ちになる。もう本当に恐怖を持ってずっと仕事をやって、もうリストラならないようにみたいな、これは本当に幸せのでしょうか、楽しいものでしょうか。答えは多分ないだと思うね、と思いますね。でしょ。そしてもう3番目のことは、まあ、心、真心ですね。真心、どっちかというと、もう本当に心の声に耳を傾けば、ちょっとその小さな声多分聞こえる。でその声によってちゃんと動けば、もう幸せは待ってるというの説がありまして、まあ本当に毎日、まあ、ベッドから起きたら、あ、なんか仕事をしたいとか、あ、それめっちゃ楽しいだから、もう仕事に行こうぜとか、あとはもうもしかしてサービス業とか、あ、なんかそのどのお客さんが来るかなってとか、でそのなんかすごく真心でアプローチしたいとか、そのすごく助けたいという気持ちですね。それが一番大事だと思います。そういう金に貪欲、金をもらうではなくて、人を助けたい、その心得本当に必要だと思います。人を助けたい、所詮金をもらうから、まあ、本当に金をもらうときには気持ちいいで金をもらうか、またはすごくもう自分もなんか今薄つくというの気持ちを持ちながら、もうそのバイトとか仕事は嫌いのに、もうそのもう金がもらうの恐怖は、まあ、すごくストレスがたまるから、そこから金をもらうというのはどっちが気持ちいいでしょうか。本当にそのお客様今助かったから金をもらうか、そのお客さん黙ったから金をもらうのは、一番の罪悪感が少ないのはその中ではどっちのでしょう。多分2番目だと思います。だからそれを持ってなるべく毎日自分いつも、まあ、どんなことを
するでも、まあ、仕事とかバイトとかまたは学校とか、ソロ通うのは楽しいか楽しくないか、それのもうその心からの答えは、まあ、5秒以内ですね。前に5秒ルールの紹介したんですけれども、その5秒ルールを使って、これは本当に楽しいか楽しくないか、一番の出るの答えはに沿って動いてください。楽しくないだったらやめちゃえばいいです。本当にもう多分もうそのバイトやって、もう人間関係が悪いとか何が悪いとか、もちろんあのこれはちょっと自分の自分の中の正解というか、自分の中の心理的な問題もありますが、それはちょっと今度教えますので、どうやってこうさまざまな人とアプローチするとか、これちょっと今度で紹介したいと思いますが、まあ、今やってることを見たら本当に楽しいだったら まあ、やり続ける、まあ、心から楽しいからやり続ける、そのいや心はやだもだったら、まあ、そのどっちかというと恐怖か貪欲によって原動力からあるっていうのは、それだったら難しいですけれども、やめた方がいいです。この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容は気に入れたら、まず高評価のボタンお願いいたします。さらにもしさらにその内容をもっと見たいなら、僕毎日アップロードしますので、登録もお願いいたします。では、自分をに嘘つけないで、そして自分の情熱にたどって今で。